それにしても二人ともすっかりこっちの人みたいで驚いたよ。そうか、俺は何も変わったつもりはないがな。タオも俺から見たら見た目以外は何も変わってないな。ライザだってこっちにいたら同じように思われるかもね。私はタオからこの手紙もらわなかったらここに来てなかったかも。何が書いてあるんだ？うん、こっちに錬金術と関係ある遺跡があるかもって内容なんだけどさ、ライザが島で錬金術がうまくいかずに難航してるみたいなことを手紙に書いてきたから気になって、いっそライザもこっちに来てみればって。遺跡だと？俺はこっちに来てからそんな話聞いたことないぞ。本当にあるのか？僕も人づてで聞いたから最初は眉唾だと思ったけどさ、調べてみたらここの近くに古い遺跡があるようなんだ。そういう伝承がたくさん残っていてね。伝承？思い出したよ、僕らの村にも伝承はあっただろ。わらべ歌だったけど。あ、南に下る旅人は決して街道を外れるな、西は悪魔の野が迫り東の城には竜が住む、だね。伝承っていうのは過去に実際に起こったことなんじゃないかって研究してる人もいてね。僕もそれには賛同してる。わらべ歌に出てくる名前も実際に存在する場所だっただろ。立派な伝承だったんだ。そういえばアンペルさんが言ってたっけ、こんなに遺跡があるのに伝承が少ないのはおかしいって。だろ。実はこの王都周辺には神話とか偶話みたいなものが結構残ってるんだ。古風の先に砦であり、闇を覆う帳なり、人の血を越す大まじないは無より作りし宝なり、仏行を来たるその日まで砦はただ眠り続けるものなり。どういう意味だ？僕にもさっぱりだけど、この歌が作られた時代には何か建造物があったのは間違いないね。それが今も残ってたら遺跡になってるんじゃないかなって思うんだ。人の血を越す大まじない、それって錬金術のことかもしれないと思ったからライザを呼んだんだよ。改めて聞くんだけど、ライザ、僕と一緒に遺跡を調査してみない？僕は遺跡の調査には興味があるし、ライザも錬金術の取っかかりができると思うんだけど、どう？うん、いいね。私もちょっと興味が出てきたよ。もうずっと冒険とかしてなくてさ。じゃあ決まりだね、行ってみよう。ただ行くにはちょっと時間がかかりそうかな。今まで存在を知られずにいたってことは人目につかないような場所だと思うし、準備が必要だ。私もまだここに来たばかりだしね。準備をするにしてもまずは住むところがいるなあ。でもタオやボースの家ってわけにもいかないし。俺だってお前に押しかけられても困るぞ。そう言うと思ってたよ。ちょっと待ってて。タオ、その子は？はじめまして、パトリツィア・アーベルハイムです。パティと呼んでもらえれば結構です。あ、私はライザリン・シュタート、ライザって呼んでね。パティは僕が家庭教師をしてる生徒でね、この辺りを仕切ってる家の娘さんなんだ。
そうだったんだ。まさかタオがこんな可愛い子連れてくるとは思わなかったからびっくりした。ライザの中で僕はどんなイメージになってるのさ。ほら、いつも本とにらめっこしてたからさ。それは否定しないけどね。で、ライザの住む場所なんだけど。タオさんから事前に話は聞いてます。部屋を一つ用意しております。タオ、一体どういうこと？オートに来たばかりなのにいきなり部屋を探すなんて無茶な話だからさ。一応長居することもできるような部屋をパティに探してもらったんだ。ただ内装が少々古いですけど、空いているのがそこくらいしかなくて。あ、どんな部屋なんだろう。早く見てみたいな。案内します。中央区にあるので場所はいいんですけどね。こちらです。ついてきてください。この建物ですね。この中の一室になります。わあ、素敵な部屋。けど、私今そんなに手持ちないよ。家賃のことなら安心して。パティが少しの間ならってタダにしてくれたから。うん、助かるよ。パティ、ありがとう。訳ありの部屋なので少しくらいなら問題ありません。ご覧の通り、内装とかちょっと古くて、そのせいで借りる人があまりいないんだとか。私は早く修繕すればいいのにって思うんですけど、時間がないとこでずっとこのままなんですよね。うんうん、私にとっては全然十分すぎるほどだよ。あれってなんで大鍋があるの？学園の調理場にあった古い大鍋だよ。僕がもらってきて運んでおいたんだ。さすがタオ、よくわかってるね。だってライザには絶対に必要なものだろ。仕事道具なんだからさ。こんな大きな鍋、何に使うんですか？それはね、錬金術に使うんだよ。私、錬金術師なんだ。ライザ、これは一度やってみせた方が早いかもね。俺も見てみたいもんだ。
お前らから錬金術の話こそ聞いてるが、実際に見たことはないからな。ライザ、早速この釜で何か調合してみせてよ。うん、いいよ。あと言いたいところだけど、調合しようにも肝心の材料がないんだよね。まさかいきなり調合するとは思ってなかったからさ。ああ、そうか。それなら材料を取りに行けばいいんじゃない？それはいいんだけど、ここって材料を取れそうなところなんてあるの？めちゃくちゃ都会じゃん。町中はね、町の外に出てしまえば空間島の周辺とさほど変わらないところも多いよ。確かにここに来るまでにも材料になりそうなものはあったな。じゃあ街道に行って採取してみようかな。それなら僕もついていくよ。街道なら迷うような場所はないけど、念のためにね。ありがとう。ボスは？行きたくないとまでは言わないが、俺も暇じゃないんでな。悪いがやめておく。お前らが戻ってくる頃にまた来るさ。タオさんが行くなら私も行くわ。あ、いや、魔物と遭遇する可能性もあるからパティは待ってて。でももし君が怪我でもしたら、僕にパティの家庭教師を任せてくれたボルカーさんにも顔向けできなくなるよ。じゃあ早速外に行こう。いやいや、近すぎるから。いいでしょう。着替えだ着替えだ。いいでしょう。着替えだ着替えだ。いいでしょう。いいでしょう。いいでしょう。あ、これ結構好きかも。そんな近寄ったら逆